S&D です。今日は一人でできるミート力をアップさせるための練習方法を3つ紹介していきます。1つ目の方法は捉える位置を確認するための練習となります。ミートができない原因の一つにボールに入りすぎてミートがうまくできないということがあります。なのでそれを改善していく練習を紹介していきます。自分でトスを上げてこのように落下地点に入る練習をしていきます。トスを上げたら自分の前に手で輪っかを作ってボールをその中にくぐらせていきます。この練習をするときはスパイクに近づけるためにネットがある場合はネットの方を向いてできれば自分のポジションで行ってください。このときに手の輪っかが狭すぎたり形がいびつにならないように大きな綺麗な輪っかを作るようにしていきましょう。ポイントの一つ目は手だけで行くのではなくおへそで落下地点に入るように意識していきましょう。ポイントの2つ目はできる人はより実践に近づけて打つ動作を入れてボールをくぐらせていきましょう。そうすることでよりスパイクを打つイメージでボールのどこに入ればいいのかがわかると思います。入りすぎてしまうと体に当たってしまうし遠すぎて手に当たってしまったりしないようになるべく円の中心にボールをくぐらせられるように意識していきましょう。誰か手伝ってくれる人がいる場合は2段トスを上げてもらって練習をしていきましょう。では手首のスナップを効かせる練習を行います。ミートをするときにある程度ボールを回転させるには手首の力も使って打った方がコントロールが効いたりアウトになりにくくすることができます。なので手首の力を使ってボールを叩くという練習を行っていきます。練習方法はボールを片手で持って真下に手首の力を使って思い切り打ちつけていきます。この感覚を覚えることでスナップを効かせてスパイクを打つということが覚えられると思うのでぜひやってみてください。ポイントの一つ目は真下に打ちつけてなるべく真上に返ってくるように意識をしていきましょう。真上に返すには手首を使って打ちつけなければ返ってこないと思うので、手首のスナップが効くようになってくると思います。ポイントの2つ目は
腕の力だけでやるのではなく、全身の力を使って行っていきましょう。上げたらスパイクを打つ打点でボールをキャッチしていきましょう。ポイントの一つ目は低い打点で取られた方がやりやすいと思いますが、頑張って高い位置で取られられるように意識をしていきましょう。1つ目でやった練習を思い出しながら、ここで落下地点に入って前を開けて捉えるようにしていきましょう。時に左手をしっかりと上げていないと打点が下がってしまうので、左手を上げて捉えると打点が高くなるイメージが分かると思います。左手を先に上げておいてキャッチするとやりやすいと思います。実際のスパイクでも左手を先に上げるイメージをするとより高くなると思います。この練習で自分の力の入る位置に入る、スナップを効かせて打つ、打点を安定させて打つということがわかると思いますので、ぜひやってみてください。今日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。おすすめ動画はこちらです。チャンネル登録はこちらから。また次回の動画でお会いしましょう。